まあ、身の回りにあるものでいくらでもあの写真が勉強できるんですよね。なので写真を勉強するのにこれほどうってつけなものはないなと、あの写真らしさって一体何だろうっていうのをあのまあ今後あの追求されていかれるといいんじゃないかなと思います。撮って撮って見直してっていうのが重要だと思います。商品写真っていうのは特にあの、まあ、普通のジャンルでも技術は大事なんですけれども、他のジャンルよりも多分技術が重要だと思います。バリアングル付き、液晶付き、入門とか普及の一眼レフですね。身についた感覚があの撮る人の個性になるっていう感じだと思います。自分が欲しい画質に対して適切な画素数を選ぶっていうのが必要だと思います。信頼が大事だと思いますね。信頼は結構掴むのは大変ですけど失うのはあっという間なので、すごい厳しい条件なのに80点の写真を撮れるのがプロなんじゃないかなと思います。撮りたいものがあってで初めて写真を撮るっていうスタンスにするとモチベーションは出てくるんですよね。カメラを持たないっていうのも手なんですよ。あくまでも本来の目的は写真上達のためで、いい写真にはへそがある。やっぱりワクワクしながら撮るっていうのは非常に重要なんですよね。でワクワクしながら撮ったものが写真に出てくる。じゃあ日頃からあのアンテナ張ってあの何か良さそうなものがあったらあのチェックしておくとか買っておくっていうのも結構物撮りのカメラマンには求められたりしますね。柔らかい逆光でピントは必要な分だけ絞って撮るっていう、で場合によってはレフ板使うっていうだけ、ポイントを押さえるだけでも結構違うと思いますね。自然光でやる場合もセオリーを押さえると簡単に綺麗な写真が撮れるという例になります。しっくりくる感覚でやるしかないんですよね。何が正解っていうのはないので、ただ基本的に迷ったらグッと寄った方がいいと思うんですよね。セオリーはやっぱりあっても正解はないんで、はい、もうそこはもう取りまくりながら自分のしっくりくる感覚っていうのを掴んでいくしかないかなとは思います。やればやるほどどんどんそういう写真が上手くなる。物撮りってやっぱりそうやってじっくりイメージを作り上げる楽しみとか、それをやっていくことによってどんどん写真が上手くなってくるっていうそういうメリットは非常にあると思いますね。作品作りっていう意味では非常にいい時代だったな。